敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。そい。翼、いつでも行けるわよ。ありがとう、シーダ。つなぎなさい。飛んでっちゃえ。いいわね。今だ。いけるわね。頑張ったわね、翼。俺が力になる。行くぞ。はっ。全力を尽くしましょう、マスター。カルネージフォーム。源守りです。ザーレ、私に力を貸して。あ、そう。それで弱点を攻めろ。絶対レード、体験して。ごたえのな。そりゃこいつか。頼みます、よろしくね。これで終わり。私たちの勝ちね。この力があなたを守ります。すごい、いいですか。この力受け取って、翼。
いいかしら、いいかしら。俺が力になる。行くぞ。まずは行けます。クロムみたいに決まった。決まった。翼お姉ちゃん、これで終わり。みんな大丈夫か。不意打ちに気をつけろ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、行けます。見切った。ここか。お願いします。よろしくね。やった、私たちの勝ちだね。俺たちは負けない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。敵が現れたぞ。せい。せい。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。てら。ひとまずは安全か。リツキ、近いぞ。てら。みんな落ち着いていこう。クロムみたいに。やった。お願いします。頑張って。いいわね。どうもです。これはミラージュの手前。せい。噛みかけよう。緊張です。やった。せーの。動く、効いてます。よろしく。次。よろしくね。いいわね。頑張りましたよ。一気に片付けよう。まずは
いいわよ。落ちろ、この手を逃がすな。みんな大丈夫か。構えろ、イツキ。やっ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。難しいかも。走れ、ナイト。これだな。次、よろしくね。決まった。サーリャ、私に力を貸して。遊んであげる。どうかしら、耐えられるかしら。まだまだ強くなるわ。重い。これでいいはず。そんな攻撃、あいつで最後だ。よし、倒した。みんな大丈夫か。敵だ、一気に決めろ。キリアさん、私がキリアの仕事を間違えて取っちゃってね。まあとりあえずってことで企画書を見せたら急にこうなっちゃったのよ。どんな仕事なんですか？それがね、アブソリュートかわいいっていう深夜番組なんだけど、キリアがかわいい着ぐるみ着て番組の MC をやることになっちゃって。イツキくん、なんとかあの子なだめてくれない？キャンセルならキャンセルで構わないし。キリアさん、殺すわ。あなたを殺して私も殺して、マイコは当然殺して、特に理由はないけどトーマも殺すわ。落ち着いてください、キリアさん。みんな殺すわ。見苦しいところを見せたわね。一体どうしたんですか、急に。
ダメなのよ。私、こういうふわふわもこもこしたものが見てると我慢できなくなっちゃうの。気持ち悪いでしょ。逆にいいです。ギャップがあって親しみやすいし、別に変じゃないと思います。本当に？本当にそう思う？はい。私、子供の頃からああいう可愛いものが大好きだったのよ。お洋服もフリフリしたのばっかり着てたしね。だけど成長するにつれて身長は伸び、顔つきは鋭くなって、だんだんそういうのが似合わなくなっていったわ。ある日ね、言われたのよ。仲の良かった友達から気持ち悪いって。その一言が今日までずっとしこりのように残っているのよ。そんな。そんなことがあったからね、似合わないことは全部やめたわ。本当に似合っているのか、他人の目を気にして生きているうちに、クールなキリアの出来上がり。これは可愛いものが好きな私が確かに生きていたっていう証なの。だから片身、無理に押し殺してるせいかな。たまにさっきみたいに発作が起こるのよ。完全に不意打ちだったわ。あんな集大、二度と許されない。こんな思いを抱えるくらいなら、未練も思いも壊してしまった方がいい。だから、いつき、付き合ってほしい場所があるの。付き合ってほしい場所？後で連絡するから、待ってて。ここよ。ここに現れる可愛いモンスターを絶滅させるの。正気？あの子、いや、あいつの可愛さが私の心をかき乱すの。一匹残らず倒せればきっと過去の自分と決別できるはず。いろいろ破綻しているわよ、あなた。ずいぶん病んでいるわね。うるさい、行くわよ。